釣り人待望の企画おうち野猿よ。水槽の中に野猿を解き放って、野猿の動きが水中でどうなってるかっていうのをシミュレーション、シミュレーションじゃないな、実演なんで、見ていきたいと思います。今回ご協力いただくのがこちらのアオリイカ、ボクちゃん4代目です。もうついにですね、僕の手からいろんなものを食べてくれるようになった可愛い、可愛い子なんですけど、どこの子を使っておうち野猿をやっていきたいと思います。使うタックルはこちらです。穴釣り用の竿に1500の縞のノリールがついてます。 0.65 の PE が伸びていて、この糸の先に今回ご飯として使うのがこちらのワカサギ。こいつの尻尾のところに糸を結んで水槽に解き放って、アオリイカが食べて、まあ、内臓まで行くと夢中になるっていう話なんで、まあ、その段階になったら野猿を投入したいと思います。釣り上げができた。いやいや、さすがにペットなんで、これほら見て、針のところにさ、ボンドでカバーしてあげてて、まあさすがにあの可愛いペットにフッキングをするわけにはいかないんで、あのこのカバーでまあ守ってあげようと。そういうことね。いう算段。最初聞いた時はもうね、釣り上げる。じゃあやっていきましょうか。針でこう魚にかけると、万が一その針食べちゃった場合まずいんで、このワカサギの尻尾に糸を縫い付けていこうと。縫い付けるわけね。そう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 。ワカサギ釣りもやったことあるよ。いや、僕はない。あ、ないのか。うん、アナハールがあるって言ってたかな。ほう。プシュッとね。ワカサギって淡水。淡水ですね。初めての味やね。初めての味ですね。うん、どんどんグルメになってるね。あ、こんな魚もあるんだ。そう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 。ワカサギ美味しい。ありえるね、うん、ありえるよ。サイズもいいみたいな、うん、あ、ちょうどいい、摂社数みたいな。それ秋やね。個人的にはね、うん、ドラグを出したいんだけど、ジリジリジリと、うん、あれまでやっちゃう。やりたいね。やりたいね、どうせならね。さすがにさ、一気に野猿を送り込むと水面が近いからびっくりしちゃうと思うので、スピードがついて、これで多少速度を調整して入れていきます。そうだな、俺野猿一回やった時大失敗したもんな。どういう風にこいつが行くかも分かってなかったから。うん、分かんないですよね。全然イメージがつかめないですよね。うん、これは置いといて、よし、はい、じゃあいよいよ投入、投入していきます。よし、じゃあ食べてくれるかな。こうやってね、試行錯誤しながらね、そうそうそう、答えを見つけていく。そう、それがおうち野猿。誰も真似しないと思いますけど。これを戻していくと沈んでいくかな。あ、沈みそう、今度は。あ、沈んでるね。うん、よし、じゃあこれちょっと待ちましょう。ジリジリジリと、これね、いつものアジを放ってからの、うん、俺らの待ち時間の状態です。このチリチリは今どっちのチリチリ？俺のチリチリ。あ、俺のチリチリじゃない。え、あ、マジで？うん。言ってくれんってたわ。マジで、これも来ましたね。来たわ。うわ、切ったね。うわ、すごい、これ汚れた。汚れ半端じゃない。うぐいって優秀なんやね。うぐいって優秀でしたね。ちょっと中に入って、うん、その届きましょう。ここに行った。ギッチブじゃないか。食べていますね。まだ頭いってるから待ってた方がいいかな。そうね、いいね。これがチリチリの後の待ちに。そう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 。なんかもうちょっとで内臓いきそうだから、野猿仕掛けていきます。投入。じゃあちょっとボクちゃんよろしくね。これでテンションかけるとどうなるかっていうと、ちょっと引っ張ってみる。よ、おー、なんか素直についてくるわ。釣れそうねえ、釣れそう。こうやろうな。はい、
で、ボクちゃんに、そうそう、一気にいかないようにちょっとクロロカーボンで繋いでいます。ちょっと浮いてもらって、いや、緩みですね。今止まったね。これ今ラインが張ってて、野縁が送り込まれてて、アオリイカの下に行った状態ですね。これで合わせるときは、ミチ糸を緩めるとラインが跳ね上がってイカに当たるっていう仕組みらしいんだけど、じゃあちょっと緩めてみますか。でラインを緩めますね。あ、ラインが緩むとボクちゃんが下がってくる。難しい。おうち野縁するには深さが足りない。マジか。うん、根本的なとこだ。こっちもうちょっと上がってきて、ライン緩めます。あ、ここに引っかかってほしいな。原理としてはテコの原理で、こっちの方が重いんで、2本目のこの引っかかるところを支点に、イカの下から跳ね上がる感じらしいんだけど、ここが止まってないじゃん、うん、ここが、うん、ここはね、なんか止まってるとすごい嬉しいんだけど、飛んでるみたいなことになっちゃうね。取れちゃった。取れちゃったか。難しいよ。失敗だ。前回のチャレンジでは野縁の支柱が支点として働かずに野縁が跳ね上がってくれませんでした。いや、もちろん水槽が浅いことっていうのは実験の大きな障害になってるんですけど、あとは糸の角度もあるでしょうね。もうちょっと角度が浅かったら糸を緩めたら野縁がすぐに跳ね上がってくれるのかもしれないんですけど、どの道道糸を緩めると野縁が跳ね上がるよりも前に野縁が道糸を滑り落ちちゃってこう戻ってきちゃう感じがあったので、今日はこの野縁ストッパーなるものを使ってみたいと思います。円錐状の構造になってて、この向きで道糸につけて、こっちから来る野縁に対してはスムーズに入っていきますよと、で反対側まで行き切ったらそれが返しになって野縁が戻らないような構造になってますよということです。もちろん皆さんが野縁をする際はサルカン付きの泳がせの針とかを使うと思うんで、そういう針とかサルカンの部分に野縁の支柱が引っかかってくれればいいと思うんですけど、いかんせん今回ボクちゃん相手にそういう針は使えないので、ボクちゃんがこういう針飲み込んじゃったら大変なので、この野縁ストッパーを使って野縁の支柱を引っ掛けて道糸を緩めた時に野縁が戻らずに跳ね上がってくれればなと思います。付け方はというと、この針金あるじゃん、これに道糸を通すみたいですね。あ、これ便利ですね。道糸通してで針金を引っこ抜けばセット完了。そして今回協力いただくスペシャルゲスト、ウグイです。ボクちゃんの飼育で毎度お世話になっておりました。今でこそ私の手から食べますけど、当初はウグイしか食べなかったので生き餌として大変重宝しているわけですが、こいつの尻尾に糸をつけて水槽に入れて捕食されるのを待ちます。はい、しっかり糸がついて、野縁ストッパーも設置してあります。それでは水槽に入れていきましょう。食べたばっかだと思うんで、ここから内臓までたどり着くまでちょっと待ちます。じゃあ野縁を送りますね。
ートを緩めます。あ、ちょっと水草邪魔だったけど、この間と挙動が全然ちゃうな。あ、ちょっと水草邪魔だな。若干ボクちゃん横に避け出してるな。やっぱ賢いなこの子、すごいな。ありがとうね。よいしょっと。ありがとうね、本当に。協力してくれたボクちゃん、皆さんもめでてあげてください。ありがとうね、本当に。かわいいね。よし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 、ゆっくり食べてください。今回この実験やってみて思ったのは、水槽が浅いのと道道の角度がどうしてもついちゃってるっていう不利な条件の元でのお話にはなっちゃうんですけど、野猿の支柱を確実に止めるための工夫があった方が効率よく野猿を跳ね上げられるんじゃないかなと思いました。やっぱり道糸を緩めた時に野猿が戻ってくる現象っていうのが確認されたので、ちゃんと跳ね上げてイカに当てたいんだったら支柱を止めてあげるっていうのが肝なのかなっていうのを感じました。ただここからどの方向に合わせを入れるとか、そのあたりの考察まではできませんでしたけど、こういうのが知りたいとか見たいとか、そもそもこの事件の捉え方が間違ってるよとかあったらコメント欄に教えていただけると嬉しいです。引き続きこちらのボクちゃんと我々森田モンデをよろしくお願いいたします。今日はこのあたりで失礼します。勉強できたって仕事ができたってお金があったって幸せだ。